こんにちは、今田明子です。今日は前回の旅館の浴衣の着方の続きで、着崩れた場合の直し方をご説明いたします。ではまず襟元から直していきます。まず襟を閉じます。そして脇の下が女性は空いていますので、左側の脇の下の襟先ですね、ここの襟先を脇の下の宮津口というところからつまんで、右の方は、もう見えていますので、この襟先をつまんで脇にぐーっと引いてきます。で、帯もこちら上げておきます。で、そのままお歯処理を整えて下に全部余分を下に引いていきます。で、また後ろは、こう後ろに送るようにして絵文を抜きたいときは、このおはしょり、後ろのおはしょりの上のところですね、上の部分を外側の部分を持ってしっかりと引きますと絵文がきれいに抜けてきます。今度は裾の直し方です。下が、上前が下がってきてしまって伸びてしまっています。で、その時はこの紐の上、この襟先の上ですね、をしっかり上げていただくと、ちゃんとの元のように少し端が上がった綺麗な状態になります。で、上げたものはまたおはしょりを整えておきます。で、帯も、もし乱れていたら結び直してリボン結びをしていただくと良いかと思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。このようにリクエストいただきますと、どんどんお答えしていきますので、ぜひ聞いてみたいなということがありましたら、コメントお願いいたします。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。